はい始まりました。陶芸細工亀の屋のはやでございます。このネット上の屋台にふらっと立ち寄ってくださった方、またいつも来てくださる皆様、本当にありがとうございます。今動画の解説雑談音声の方は副音声となっておりますので、お好きな音楽、ポッドキャスト等とともにどうぞ一緒にお楽しみください。えー、本日は ミーアキャットを作っていく様子をご覧いただくことになっておりますさあ、えー、大体の粘土の水分量を確保したところで形を作っていくところになっていくわけですが最初にね、えー、丸めて大体のシワをなくしてから作業に移ることが多いですねまあね どうしてもこうやって足作ったりなんだりしてる間にですね、しわは寄ってくるんですけど、最初にね、シワなくしておいたら、まあ少しはお仕事減るのでね、えー、丸めて、それから今やっております、足のひねり出しの方を、えー、方にですね、取り掛かっていくのが常ですかね。粘土のね、 えー、今手元に持ってる量の量がですね減ってきちゃってうーん,うーん粘土量を調節しながらねやっていってますうーんまあね手元にある粘土でどう,う帳尻を合わせていこうかみたいなこともね考えながらやるのも別に悪くはないですね制限があるとね また違った扉が開いていくので、それはそれとして楽しめるこ楽しめるかなと思っています。何事もそうですよね、本当に仕事とかで結構ね天候に左右されるんですよね、仕事から外に出たり中に中で過ごしたりするんですけど、うーん雨が降ったら降ったでどういう風に今日は過ごして。 行こうかなみたいなのもね考えたりとかえ仕事の流れを考えるのもねなかなか面白いところがありましてあとね季節にもね左右される仕事なのでその時々でねいろいろ考えますね単調にね日々が流れていくよりもやっぱり季節感とかあと そういういね天候の色々に、えー、何ですかねうーん翻弄されながら違うなうーんなんだろうな影響されながら影響を受けながらいい影響もねありますんでねなかなかまあ悪くはないなと思う今日この頃ですね皆さんもいかがでしょうか季節感とかね そういったところに左右されるようなお仕事されてますでしょうか。またはそうでなくてもね、えー、生活にはね、いろんなそういった季節なり天候なり、えー、それから何です何だろうね。うーん、その時々の何かってありますよね。テンションの上がり下がりなんか。 もうね、含めて、えー、生活の波っていうのはなかなか面白いもんですよね。さあ、えー、ミーアキャットを今回作るにあたって、えー、私が今回お世話になった、今回のツイート、ツイッターのツイートは、千葉市動物公園、過去公式さんの、えち、ー、びミーア成長日記。 ちびみーやたちはかなり大きくなってきました。最近気,づ気がつきましたがちびっ子たちの尻尾の,の先はぼさぼさしていますという、えー、ツイートを元にですね、そちらの方を、えー、参考にさせていただきながら作っております。もうね、背中の、ね、カーブがちょっと印象的だったんで、そこにちょっと、えー 重きを置いいててて作っていってる感がございます背中がね、なんかね、結構ね、キュッと盛り上がってるんですよね。その丸みが可愛くて、そこを一生懸命やってます。あと顔もね、できればもっとこだわりたかったんですけど、なかなかね、やっぱ顔のバランスっていうのが難しいですね。どんな生き物もそうですが。最近ね なんかまだ作ってないですけどあのマングースとかねカワウソとかねで今回のミーアキャットとかねなんかちょっとうーん形上何て言うんですかなんかやや似たようなあの体型のね胴長で少しネズミとかあのイタチとかそっち方面のね、えー、生き物を。 最近よく作ってるんですけど顔のバランスとかだけでねその動物の特徴をつかんでやっていかなくちゃいかんのでそこの難しさを感じていますうーん顔のバランスの難しさで言うとねあのー、以前も上げて以前もぶつくさ文句言っておりましたがうーん日本犬なんかもね 柴犬と秋田犬とね、うん、日本犬の顔の難しさたらないですよね、本当に。難しいな実に難しいなと思います。うん、こう、この特徴さえつかんでおけば、それに見えるっていうようなものってありますよね。例えば、象でいうと鼻が長ければ。 耳が大きければみたいなねところはありますけどそういうんじゃない、えー、ベーシックな形が似てる生き物たちを、えー、作ってみようかなと思うととても難しいですね考えながらやっていこうなと思っていますさあその悩みのね悩み多きい、えー、お顔に移っていっているわけですが さあどういう仕上がりになるか、まあ、ちょっとね、えー、完成図の方はね、えー、サムネイルの方でご覧いただいてそちらの方をクリックしていただいてこちらに飛んできていただいてると思うので、えー、完成図はあの皆さんご存知のことと思いますがなかなかねいやーまたトライしたいですねちょっとね リベンジしたいなって思うような感じですが、えー、<laughs> そんなね、えー、いやいやどうかなって思えるようなクオリティのものも私隠さずにとりあえず <laughs> 出していくことにしておりますので、えー、しばしなんですかね、えー、お付き合いいただければと思っております。またね、えー、どんどんいろいろ 同じものもね、上げてって、成長の様子なんかを見守っていただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。何がいけなかったんだろうな、顔丸すぎたかなって思いますけど、まあまあ、反省さておきですね。あとね、最近思うのは、特にこのミーアキャット、背中がね、しましまで、 しがついてるんですよよく見るとなのでこのしの感じとかもねちょっとどうにか私の手法だけではね、えー、カバーリングできない部分についてもねちょっとねなんか手を伸ばしてみたいなと思うところなんですけどまあね少しずつやっていこうかなと思っていますさてさてではここで とりあえずですね、せっかくですんで、ミーアキャットについて少しだけしば調べましたので、少しだけお話しします。えー、ミーアキャットって言いながらキャットじゃなさそうですよ。あんまりね、まあそういう形にはまあ見えないのでね、なんか言葉に引っ張られて、えー、キャット部分、猫部分をね、拾ってしまうところかもしれませんが、 えー、どっちかっていうとんマングースかマングースやっぱりそっち側ですね、えー、肉食なのは変わりがないようなんですけど肉食の仲間たち、えー、食肉目マングースか、えー、スリカータ族ミーアキャットスリ,カス,リスリカータって初めて聞いたんですけどねスリカータ族 うーんスリカータだった可能性もあるとどういうこっちゃですけどもミーアキャットの方がねなじみが非常に深いので、えー、そういうもんなのかなと思ってたんですけどどうやら、えー、かなり長い間和名がねスリカータとされていたそうですスリカータねあんまり聞かないですよね まああんまり聞かないっていうのはですねまあそれもそのはずうーんなんというか、えー、一般的にその動物園などの展示施設で定着している名称自体がまあミーアキャットであんまりそのスリカータっていう名前自体はあの表にあんまりね出なかったみたいですね、えー、だから、えー、ミーアキャットで、えー、定着しているっていうこともあるのでえー まあねうーん、ウィキペディア先生によりますと、2018年に、えー、哺乳日本哺乳類学会が発表した標準和名では、えー、ミーアキャットが採用されたということのようです。はい。実際キャットの方面じゃなくて、まあマングースであって、えー スリカータっていう別名がありますよっていう生き物ですね。うーん穴を掘って、ね、直径1 0トルほどの、えー、巣穴を掘って生活していると。で、えー、群れを作って、えー、それからまああのさっき言いましたけど食肉目マングスカ食肉目っていうところに入っていて。 えーまあ、パッと聞きパッと見、えー、肉食の生き物かなと思いきや,いやまあそれだけにとどまらずですね割と雑食のようで、えー、昆虫、クモ、サソリ、多、え、足、ー、類多足、えー、類っていう読,読み方でいいのかなあと爬虫類、鳥類小型哺乳類それから食,食,食ちょっともう。<laughs> 噛みまくりですはい、今日は、えー、お察しの通りですね夜とっておりますボサボサとしたね頭とんあ、えー、頭の中もボサボサしておりますが外見もボサボサしておる状態で喋っておりますさておき、えー、植物の茎芽根、えー、果実なども食べるそうです なので、えー、雑色ですね雑色の生き物でございますでこのね今作ってます耳これがねあの目の位置と一直線にね真正面から見ると目,目と耳の位置、えー、線,線で結べるというかね横並びになっていてうなかなか特徴的なお顔立ちをしています それから、ね、よく見るよくねえー、画像とかで見ると思うんですけどあの、ま、んこう後ろ足でひょいっと立ってるね立ってねでそれでこう遠くをえー、ちょっと高い位置から見渡そうとする姿なんかも。 あのポーズとしてミーアキャットらしいポーズがありますよね。うんそれもね、いつか作りたいなもうちょっと顔の精度とか上げながら作りたいなと思いますね。そのね、えー、参考にさせていただいております千葉市動物公園さんのツイートの方でも、えー、そのちっちゃなね、子供のミーアキャットがひょいっと え前足だけを上に伸ばして前足だけを違うなえっと上半身立ててね後ろ足だけで立ってる様子なんかもご覧いただくことができますさてさてえー目の方に移っていくようですねそうこの 耳真正面から見て耳と目が一直線に並んでるところを、えー、再現しようなと思いながら作っていますいや動物作るの面白いな <laughs> いや今今今の私が作ってるわけじゃないんですけどね手元の画像を見ながらねこうやって、えー、作っていく様子を見てるだけでも面白いなあとね 思っててそれが口に出てしままう私でございます、えー、皆さんもいかがでしょうか作ってみてはいかがでしょうかなかなか面白いですよ。粘土で何か作るっていうのはね。あと、その陶芸のこの土をいじるってのは結構ね、気持ちよくてね、おすすめです。冬場は寒いでしょうけど、まあまあまあ、それはそれということで。 それはそれで楽しみというかね。それもまた季節感ですよね。で、えー、ちょっとね、眉毛つけてみました。なんかね、なんて言ったらいいのかな、こうミーアキャットの、あのな、目のね、上のあたりがちょっとね、彫りが深いというかね、なんかちょっと、目元のあたりとか黒くて、なんかその表情の具合とかがね、 私に眉毛を描かせました。うん、なんかそれっぽくね、見えるかなというか、マングース感がね、うん、再現できないかなと思って、眉毛をつけて見ています。うん。最近ね、あの、絵を描かなくちゃいけないことがあって、絵をね、描いたんですけど、動物の絵をね、 イラストっぽくね描かざるを得なくて描いたんですけどいやはややっぱ平面で描くのとこうやって作るのとはね全然違いますよね本当にねなかなかね悩ましいところではありましたがまあでもうーん思ったよりはきっとねこうやって立体を作ってる分きっと絵もうまくなってる気がしますね 逆説何というかね,なんというかね <laughs> やっぱりん関わりのある能力なんでしょうねその平面で何かを作るっていうのと立体物としてこうやって形を作っていくっていうのはね関わりが絶対にあるのでしょうねなんか <laughs> イラスト描いててねなんかやや 何ですかね立体チックというかね真正面向いてる顔じゃない顔をついつい描きたくなってやや横向いてる顔を描いたんですけどうんなんか以前描いてた感じよりとより,より全然感覚違うなぁと思いましたねなんかうん投射費うまく描けてる気がするというかね自分の中 的に自分の中での比率的にね <laughs>、えー、以前よりうまく書けてる気がしましたね。しかもね、結構時間かけずに書けるようになってね、びっくりしましたね。不思議だな不思議だなん、いや、道理な気がしますね。それがね。人間は、えー、連続性を持って、えー、生きているものですんで、ね。やっぱり、 昨日の自分と今日の自分とは別人であるみたいな考え方もありますけどやっぱり、えー、手なり、えー、感覚なり体なりは覚えてるものがあるようですねうんなんだろうこの夜のよく分かんない頭のおかしいテンションだとなんか変なか小難しい話もしたがりますね脳みそがね不思議だね さあ、えー、ぼやぼやしてるうちにですね歓声が近づいてきてくれていますくれています変な話をする前に <laughs> 終わってくれようとしていますありがたいことですね、連続性そう昨日の自分と今日の自分はまあ別人ですよほぼほぼ別人ですよ本当に 昨日の自分に干渉はできないですからね。あのーうん、影響を与えることはできませんからね。昨日の自分に対して。なのでね、一日一日捨ててって構わないんじゃないかと思います。今日この頃。一 <laughs> 日一日の私はもう、あのー、生きてるか死んでるかわからないというか、まあもう眠ってるというかね。それはそれとして別人格ですよ。何の話 <laughs> さあ、えー、完成しました。 <laughs> はいえー、ミーアキャットですね、えー、作ってみましたうーん顔はリベンジするべきだと思います、えー、背中の湾曲はなかなかできたかなと思います、えー、それではえー 本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いい感じだったなともし思っていただきましたら画面の右下の犬マークからチャンネル登録とよろしくお願いいたします。ではまたどうぞ屋台陶芸細工亀の屋のぞきに来てやってください。ではでは。